皆さん、おはようございます。ーダーメアクバ、キンタ山形市、山形パーキングエリア、スマートインターの話をします。ここ、村木沢のところでございますね、工業団地の、はい。ETC 専用の道路でございまして、福島、新城方面、出入り口異なるそうです。必ず一旦停止しなきゃダメです。山形パーキングエリアは、なおご利用いただけません。はい、もらおうと。感動型体質路が県内初めて設置されたものです。ただ、今後高速道路は、令和8年度、 今、6年ですから、令和7、令和8年度、ユーザー町会委員会から古佐川インター、まあ、大雨の影響でちょっと心配でございます。はい、開通事件延期になったら大変ですね。工事が進んだ場合です。はい。あとは、えー、国道47号、新庄古口通路6気温の方、では6年度開通予定ですが、豪雨の影響でちょっと心配になっておりますね。はい。道路状況が、 遅れる可能性も考えられます。そこははい。最新の情報には十分ご注意ください。以上です。バイバイ。